皆様こんにちは。ファンパスアートのいろはです。今日はパステルアートでタヌキを描いていきたいと思います。使用するのはこちらの100円ショップで売られています18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきたいと思います。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙にタヌキと葉っぱの下書きをしています。こちらはカッターで切り抜いて型を作っていきたいと思います。カッターで切り抜くことができましたので、こちらは使いやすいようにそれぞれハサミでカットしておきます。それでは背景から描いていきたいと思います。パレット用の白い紙の上に葉っぱの色を削って用意しておきます。赤やオレンジ、黄色、緑などの色を削って準備しておきます。コットンを四つ折りにしてパレットから好きな色を塗っていきます。続いて葉っぱの型を使ってさらに型の内側に色を塗っていきます。好きなところに型を合わせて内側にコットンで色を塗っていきます。このような感じで好きなところに数を増やしていきます。葉っぱの数を増やすことができましたら、パレットに茶色や薄い黄色、黒色、白色などを削ってタヌキの色を準備しておきます。タヌキの型を好きなところに合わせて動かないようにテープで固定します。さらに内側の色を消しゴムで全て白く消してしまいます。続いて型の内側に色を塗っていきます。パレットから茶色や薄い黄色などを使って塗っていきたいと思います。耳と足、それから尻尾の部分は少し濃い茶色で塗っています。続いて型の内側の手の部分を切り抜いて、こちらも色を濃く塗っていきたいと思います。型を合わせて動かないようにテープで固定します。この状態で塗っていきます。続いて顔の目にあたる部分も濃く塗っていきます。目の部分も濃く塗ることができました。続いてこちら顔の部分を切り離して首のところも少し濃く色を塗っていきたいと思います。顔の型を合わせて境目のところを塗っていきます。首から下の型をテープで固定して、顔の口元のこちらの部分を切り抜いて消しゴムで白くしていきたいと思います。少し白を強調したいので白色のパステルも塗っておきます。タヌキの頭上に1枚葉っぱを描き加えます。こちらは白く消しゴムで色を消して背景と異なる葉っぱの色を塗ってもいいですし、そのまま塗り重ねていただいてもいいと思います。ペンを使って、顔の部分を描き加えたいと思います。色鉛筆や修正ペンなどを使っていただいてもいいと思います。頬の部分にピンク色を塗っていきます。さらに白ペンでツヤを入れたいと思います。
葉っぱに葉脈を書き加えます。こちらは色鉛筆で行います。消しゴムでところどころ背景の色を消して模様を作っていきます。では周囲のテープを剥がしていきます。はい、これでタヌキの絵の完成です。表情はいろいろと変えて楽しんでいただけると思います。皆様もぜひチャレンジしてみてください。